おはようございます。森本剛郎です。遠藤安子です。水曜日のゲストは、お天気キャスター、森田正光さんです。おはようございます。おはようございます。東京で桜が靖国忍者ですが咲きまして、私は本当によかったと思って、心の中で。はあ。えっと、昨日でしょそうですね。25日に咲いたわけね、東京は。平年よりは1日遅いということですけどもね。ええ。まあ、あの。ウェザーマップ社の発表は えー、に一番新しいのは25日でぴったりだったですねそうですか、はい、1>, 1月の23日に第1回を発表したんですが、えー、この時が3月の24日、はい、その後はずっと一貫して、25日から26日にサクって、6回あの発表したんですが、えー、ほとんどぶれずに、えー、それから高知の開、あ、花、のー、も的中させましたし、えー、今現在、咲いてるところ昨日の段階で検証したら、1日ぐらいしかずれてない。 全部で。はあはあ、これはねすごいな東こ。二十六日って言ったんじゃなかったっけ？あ二十六日も言ってましたけども、ねうん、あの一番新しいところでは二十五日でああ。そうですか。じゃあ当たっちゃったって言ってるわけ？<laughs> ですかね。あピッタリだって言ってるわけ？えー、まあ六回発表して六回とも二十五か二十六って感じですので。そうですか、えー。メールいただいてます。そうなんです。<laughs> 東京都荒川区の女性の方。昨日午後三時、ラジオから桜の開花宣言が聞こえてきました。優秀なスタッフを 揃えた、森田さんの眼力に敬意を表します。ありがとうございます。まあ、こういうね、ええ、素直な。<laughs> いやいや、素直で、メールもいただきましたが。いいいありがたい。はい、もう一つあります。福岡在住の中村さん。森田さんの開花予想、毎年楽しみにしております。が 一言申し上げたい。会社の予想と個人の予想、二つを話されるのはいかがなものでしょう。うん、会社の予想が当たれば、さすが優秀なスタッフと自慢し、個人の予想が当たれば、やっぱり自分の言った通りとなります。<laughs> 結局、予想二つ言って、当たる確率を高めているだけではないですか <laughs> 九州男児からすると、男らしゅうなかと思ってしまいます。いかがでしょう。<laughs> この意見は素晴らしい意見というか <laughs>。<laughs> ぴったんこ、ね、ですよね。ぴったんこですよね。ええー、もうおっしゃるとおりで。<え><な>反論の余地ないよな。反論です。あれだ。その通りで。ただ、一言言いますと。あ,あま、まだいいか。かえ <laughs> って言うと、うん、これ、あの、実は私自身としては、えー、あの、感覚で言ってるんですよ。 感覚、自分の感覚で、2月こんなに寒いように咲くないんじゃないかとか、だけど、やっぱ本当に正しいのは、会社側のスタッフのやったやつだと思うんですよね、<laughs> なんでかというと、僕はこのこの放送でもお伝えしたと思うんですけど、えー、何回も圧力かけて、もっと後ろにずらせって言ったんですよ、えー、3日ぐらいずらして、28とかにしろとかね、えー、全然動じなかったんですよ、<laughs> まあ渡辺翔太郎君、えらい、<laughs> 本当にね、当たってみると、えらいと思いましたね。えー まあだけど結果的にはね、うん、ねえいいところへ来ましたけど、でも来年からもう私言わずに、やっぱり本人というかね、調べた人の話に、会社は統一しなさい、うん、と思いました、<laughs> ね、そうすべきですね、それにしてもね、ねちょっと私はね、テレビ見ててね、この開花宣言っていうののね、<laughs> なんかこのバカ騒ぎ。<laughs> えー、何これと思いましたね、はっきり言って。カメラがいっぱいいて。<う>カメラが来てんのも変だけども、ええ、あそこへね、市長職員が来て、あ、五輪咲いてます。五輪咲いてます。<laughs> 電話しなきゃと。何よ、それ。三人も。そうそう。え暇だね。<laughs> 昔は、そうじゃなかったんですよ。えー、昔は、その標準木というか、木そのものも、 発表されてなくて、だってそれすると誰かにいたずらされたりとかね、うんうん、そういうことがありうるということで、内緒で見に来て、内緒で発表とか、まあ、開花しましたって言ったのが、なんかね、かそのね、う、え、ち、ー、の話が全部表に出てきた感じでね、うんえー、見ててね、らけるしらけますよね。桜咲くぞって最後は思っちゃうのよ <laughs> だからあ、まあ、開花とかは非常に大事な観測ですからね、あのね、うん、開花宣言をやりに来てる、ね、わざわざ姿までをね、逐一報じられると、なんかもうね、そらぞらしいっていうか、馬鹿らしいっていうかね、暇だね、平和だね、あれ、災害の時にもうどうするのかとか思いますよね、<ー>災害とかね。 確かに、そんなふうには私も思わないではないですけどもどうですか、これで、まあええ、一応、開花ということになりました、ねええ、た,ただ、それこそ開花ったって、数輪ポレポレっと咲いてるだけかには絶えないよねしかし、うん、そうは言っても、桜というのは、一つが先,先行して咲くと、なぜ五輪というふうに決めてるかというと、五輪咲いたら、その後、うん 続くように、ざーっと来るんですよ、うん、もう本当に1週間以内に、はあ、だから今週末はもう3分咲きぐらいになって、えー、あと2日、3日たったら、見ることができる、えー、これ、お花見いいじゃんっていう感じになってて、来週のもう月曜日、火曜日には満開ですよ。来えもう満開,、ね、満開です 来週のこの水曜日のこの時間帯には、東京は必ず満開になってますから、満開と見ごろっていうか、はは今が盛りですよ、うんえーで、来週末になるともうちり始めて、えー、その次の週は怪しいですよね、だから桜というのはその、最初のく、うん、最初に咲くのはすごい勇気がいるかもしれないけど、えー、ここは意外に重要で。 咲いたと思ったら、だから三日月沼の桜って昔の人たちは言ったわけですよね。はあはあええ、だから今年の場合気温も上がってくるので、ええ、ぼやぼやしてると見ずに終わっちゃうってことも。ああそうですか。あると思いますけどもね。これ靖国神社の桜でしょ？今日、ね、の場合は。はい。あの桜の企業を選んでるってことは何か意味があるの？あ、あの元々あの東京の桜の開花予想を決めるときに。 井の頭公園だとか、まあ、千鳥学隠とかいろんなところを調べて、えーえー、それで結局、靖国神社がその平均値に、東京の開花の平均値に一番近いので、まず靖国にしようと決めたんです、はあ、でその靖国神社の中で2つぐらい候補の木があって、えー、で次はどの木にするかっていうのもあるらしいんですけれども、えーまあ、当面、その目立つところでここにしようっていうのが、今の木になったわけです。はあ、ただもうあれ 老木になっててきるんですよ大体桜って80年ぐらいでしょ、あれ、だん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 、老木になるとどうなるの花が早ということなんですか、あったりとか、年を取れば取るほど、咲いちゃうのパンと咲いちゃったりすることは我慢ができなくなった、ためが効かなくなる そういう、金魚って多少のそういう相違があるんですね、傷ついた木とかね、だからまだ大丈夫だと思うんですが、そろそろ次の木の方に、選定を考えてると思いますね。そうなんですかだって生物ですから、やっぱり何十年も百100年も120年もだめですもんね。そんななようことも これから見に入っていきます <laughs> 桜が咲き出すと、ね、風が吹いたり、うん、雨が降ったりですがこのあした、き今日から明日の朝にかけて雨が降るんですが、えー、そして今度、日曜日にまた雨が降りそうなんですね、はあ、でもその日曜日の雨は、ま,あ、まだ花を散らすということはないので、えーえー、大丈夫だと思いますね。はあ